どうも、梶ヶ谷拓哉です。今日皆さんに、iOS13 の、注目機能を紹介したいと思います。つい先日ですね、WWDC っていう、Apple の、開発者向けの、ワールドワイドデベロッパーカンファレンスっていうのがありまして、そこで、発表がありまして、で2019年の、秋ですね、秋なので、例年通りだと9月とか、10月ぐらいに、提供されて、皆さんの iPhone の方に、誰でも入れられるようになるっていう形なんですけど、一応今回ですね、iPhone6S 以降の方が対象という形になりましたので、それ以前の方は、iOS12 までですね、6とか、5S とかいうような方は、そこで止まってしまっている状態になりますので、ちょっと買い替えを考えてもいいかなと思うんですけれども、で、この iOS13 なんですけれども、ちょっと Apple の、 ページに、公式で載ってますので、この情報はほぼ間違いなく、トラブルがなければそのまま皆さんの iPhone で使えるようになると思うんですけども、個人的に気になったというか、これすごくいいんじゃないかなっていう機能で言うと、まずダークモードですね。これもう今 Mac の方では、Mac ってパソコンですねの方ではダークモード使えますし、あと Windows でも使えるものが Windows 10だと使えるんですけど、個人的にダークモードにできるものはもうダークモードにして、作業してます。本当に個人個人 の、 その考え方っていうか、その感じ方は違うんですけど、集中できるような一応色合いらしいです。黒地にこう白とかの方がなので、ダークモードもし搭載されたら使えるようにしようかなと思っております。で、ちょっとまだ情報が発表されただけなので、どういう仕組みになるか分かんないんですけど、iPhone X シリーズの方は有機EL ディスプレイなので、黒いところが、完全にこう真っ黒であれば、バッテリーの持ちもちょっと変わるんじゃないかなと思っていますので、そういうのも含めて、黒い、ダークモードですねを使うようになるかなと思います。で、あとはですね、個人的に気になったのは、この、Apple のホームページにこれ出てますので、気になった方は細かく見ていただければと思うんですけど、個人的に気になったのはこのサインインウィズアップル、これめちゃくちゃ便利じゃないかなっていうのを思います。で、これどういうものかっていうと、普通何かこう、サイトに入るときに、ログイン ID とパスワードを入れて、入っていって中の情報を見るとかっていうことが、当たり前なんですけど、結構もうID パスワード地獄になっていて、どれに何を使ったらいいんだみたいなものがあれば、もう一個別で言うと、これ別にそんな使いたいかどうかまだ分かんないんだけど、まずは登録しろって言われてるから、ユーザー ID とパスワード、メールアドレスとパスワード登録してるみたいなものもあるんですけど、これは、そういうものを一括で入れるようにしますよ。で、メールアドレスとパスワードをもう登録、もう必ず登録してくれと、別にそんな登録したくもないようにっていうものに関しては、もうランダムのメールアドレスを自動で発行してそのまま登録しますよっていうような機能になってますんで、これはめちゃくちゃ便利です。で、皆さんがもう本当に実生活の中ですぐこう役に立つような機能だと思いますので、これすごくいいかなと思います。で、ちょっとこれ今現段階で聞いてる情報なので、実際その提供されるまでの間にどういうふうに変わるか分かんないですけど、これからは、そういうログイン系のアプリは、このアップルサインインウィズアップルですねの機能がついてないと、アプリとして提供できないとかっていう話もありますんで、そうするともう皆さんが iPhone で使うアプリは全部これでできるようになるっていうような形になるんじゃないかと思います。で、あとはマップがですね、すごく新しくなると。もう出てからも結構歴史がありますんで、アップルのマップは年々進化してますので、これがさらに進化すると。で、最近結構全国で、アップルの車がこう走り回ってるっていう、目撃情報があるんですけれども、それはGoogle でいうと Google ストリートビューみたいな、街の景色がそのまま目に入るっていうようなこうものを撮影してるんじゃないかというようなことが言われてたんですけど、実際にそういうような形で、もう本当に、歩いてる目線で、ナビとかしてくれたりとか、あと実際その場に行ってないのに行ったような状態にできるっていうので、これはもう Google マップの機能に追いついたものと、もっと言うと本当に実際のものを撮影して地図化しているので、それはGoogle マップよりもさらに見やすくなるっていうようなこともあると思いますので、すごく楽しみかなと。で、あと個人的に楽しみ、これすごいなと思ったのが、
クイックパスっていう、まあ、入力ですね。あの、まあ、日本人というよりは、まあ、あの外国で、まあ、英語圏の方とか、まあ、あの横の長いキーボードを使う方がメインだと思うんですけど、あのなぞるだけでこう文字入力ができるっていう、まあ、普通は押して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 ってやらなきゃいけないのが、こうその文字を必ず打つってところをこう通るだけで、何の文字です、ハローっていう文字ですみたいなことを認識してくれて入れてくれるっていう機能があるんですけども、それができるようになりました。まあ、Android ではもともとついてる機能ではあったんですけど、まあ、使う人からしたらすごく評判が良かったので、これが iPhone の方にも来るっていうのはすごくいいことかなと思います。でそれ以外にまあ、ファイルアプリを使ってUSB メモリをこうつなげてそっちからデータを入れたりとかできるようになるとかっていうような発表もありましたんで、こういうのもだんだんですね、本当にパソコン使わなくても iPhone だけでもういろんなことができるようになるっていうことの始まりだと思いますので、すごく楽しみだなと思います。で、まあ、この後ですね、どんどんこう、まあ、情報がブラッシュアップされて、で、まあいつもの流れだと、その同じようなタイミングで、次の新しい iPhone が出たりとかしますので、それにつく新機能とかも、楽しみに待ちたいなと思います。こんな感じでですね、かじがや電気店の方では iPhone とか家電製品全般の情報を提供してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、こちらもっとすごい iPhone が、大好評発売中で、現在、増刷になっておりますので、ぜひ、まだ、お持ちじゃない方はこのタイミングで手にしていただければと思います。ではまた。